こんにちは、HR旅行です。ということで、今回はですね、ビートルズのちょっとニュースについてちょっと紹介したいと思います。はい。ですね、これはですね、昨日の4月5日の、はい、ニュースなんですけども、ビートルズの60年前に録音された最初期の UK ライブが、の音源がですね、この度発見されました。はい。これはですね、いつのものかというと、1963年の4月4日のものになります。はい、バッキンガム社、イギリスのバッキンガム社のストー寄宿学校というところで、そのビートルズが行ったライブを、このジョン・ブルームフィールドという、まあ、その当時15歳だった少年がですね、オープンリールで、こう、録音したものになります。はい。で、まあ、そのジョン・ブルームフィールドという方はですね、今も生きていて75歳ということで、で先日ですね、BBC、ラジオ4の番組、フロントローというのがあるんですかね、その60周年を記念した特別番組を制作する過程で、まあ、その、音源があるということが分かったようです。でこの音源は内容はどんな感じかというと、まあ、その当時1963年の3月22日に Please Please Me が発表されたんですけど、その Please Please Me の、内容プラス、その当時のチャック・ベリーとかロックンロール系 の、 カバー曲っていうものが中心となっているようですね。はい。でこの珍しいところがですね、この音源の貴重だと言われるゆえんはですね、ほぼ男性だけの観客を前に行われたっていうところと、ビートルマニアたちの歓声が上がってるんですけども、その音源の内容は、まあ、はっきり聞こえるというところが珍しい内容となっているようです。はい。でこちらのフロントローという番組の中でオンエアされたんですけども、その中でこの音源の一部が紹介されてます。はい。でですね、ビートルズ研究家のマーク・ルイソンと、あとそのサミラ・アーメッドっていうこの特別番組を制作するためのジャーナリストのみがこの音源の全部を聞いているようです。はい。でマーク・ルイソンも非常に貴重なものだということを言っていてですね、ビートルズが観客と談笑していたりとか、ビートルズが観客からいろいろリクエストをされたりっていうところが非常に貴重であるというようなことを言っています。はい。でですね、このジョン・ブルームフィールドという方はですね、その当時そのライブを見た時に大げさに聞こえるでしょうが別の惑星から来たものだと分かったのですというほどやっぱ衝撃を受けたようですね。はい。ということでぜひこの貴重な音源のラジオニュースおよびそのネット記事をですね概要欄に貼り付けておくのでぜひ見てください。ということで今回は以上になります。またいろいろと紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。